ロジャー・キース・キー・シュニックはアメリカ合衆国テキサス州ガラス出身の元プロ野球選手、宇藤・ウ・ヒダリダ。おじはブルックス・スキー・シュニック大学時代の2006年に第3回世界大学野球選手権大会のアメリカ合衆国代表に選出され金メダルを獲得した。2007年7月に開催されたリオデジャネイロ・パン・アメリカン競技大会の 野球アメリカ合衆国代表に選出された。また、第11回ワールドポートトーナメントのアメリカ合衆国代表に選出され、それぞれ銀メダルを獲得した。2008年の MLB ドラフト3巡目でサンフランシスコジャイアンツから指名され、8月13日に入団した。2011年11月19日に40人枠入りを果たした。2012年に トリプル A 級フレズのグリーズリーズに昇格。2013年7月30日にメジャー初昇格を果たし、7月31日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。7番左翼でスタメン起用され4打数に安打だった。2014年3月29日にディーフとなった。2014年4月4日にウェーバー工事を経て、 アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍し、同日にトリプル A 級リのエシズへ移動4月24日にメジャーへ昇格した2014年10月7日にウェーバー工事を経てロサンゼルスエンゼルスへ移籍した2015年11月6日に FA となった2016年1月27日にメキシカンリーグのベラクルスレッドイーグルスと契約する 4月29日に FA となった。ありがとうございます。